捕らえました。闇の書の守護獣高町菜の葉。いや違うな。お初にお目にかかります。私は闇の書のマテリアルの一機。申し訳ありませんが捕獲させていただきました。闇の書復活のため私の糧となっていただきたく思います。そうはっきり言ってくれればむしろすがすがしいな。だが断る。そう言うと思いました。それではこの場で魔導戦の勝敗にて。よかろう。わかりやすくて助かる。果たしてみせる。敗れました。目的かなわず残念です。これまた随分と潔いな。どうやらこういう性格のようです。闇の書の復活、そしてさらなる飛躍には至りませんでしたが、次がありましたら今度は負けません。必ずや血と怨嗟の暗黒をよみがえらせてみせます。いつでも来いとは言えんが、再び会うことがあったらその時は相手をしよう。はい、ではさらばです。オリジナルとも随分と違う。変わった自我が発生したものだな。